はい、カバーチ袋カッパ炎上ですよ。さて、じゃあ今日こちらの最後のお話は、まあ例の日本政府に対する賠償判決のね、お話なんですけども、まあ某国の人がね、こんなこと言ってまして、合意復活か、ね、政府間の合意は一方的に破棄できないから。で、それに対して、いや、できるよ。日本は、要は漁業協定を一方的に破棄した前科がある。むしろ日本が合意に反したから破棄したんだ、みたいな。まあ、いわゆる逆切れ系ですかね。ちょっと見ていきましょうかね。事実上破棄された、某国と日本の合意。ね。賠償判決で3年ぶり復活みたいな。なんだ復活って。2015年、合意は公式合意。意味は、外交部報道官名義のコメントの最初の文章は平凡だった。しかし残りの2つの文章は予想外だった。で、政府は2015年12月、某国と日本の両国政府間のこの合意がね、両国政府の公式合意という点を想起する。また同判決が外交関係に及ぼす影響を綿密に検討し、某国と日本の両国における建設的かつ未来志向的な協力が続けられるよう諸般の努力を傾けていきたい。某国政府の立場は曖昧でした。重大な欠陥があるとしながら合意自体が無効だとか白紙化するとか再交渉しようとはしていませんでした。事実上破棄された合意、某国と日本の合意、賠償判決で3年ぶりに復活、合意後に、共に民主党屈辱的合意と批判で、現政府は和解、治癒財団を解散、再交渉の要求はしないで、私文化した合意を3年ぶりに公式合意という点を想起。ああ、この辺が矛盾してるって某国の人も言ってるんだね。なるほど、これ意味わかりました？うん。で、政府2015年、合意は公式合意、某国と日本の荒波進化、大統領は無効とした2015年の合意を公式と外交部が言っている、ね、これについては動画で、ね、取り上げてお届けしたことあったと思いますんで、で一体これは何をしているのだろうと、外交部の人たちは仕事をしているのか、日本のやつらが日本軍性奴隷と戦争犯罪を否定しているのに、すでに破棄された合意の一件の問題提起なんてするな。日本の人たち、日本のやつらが、合意精神を破棄したことについて追及したりもしても足りないのに、被害者の名誉と尊厳を傷つけ、関連事業を一つもしていない、犯罪認定、真相究明、公式謝罪、賠償、歴史教科書の記録、慰霊塔と資料館の建設など、やつらはしたのか。我が国の政府の外交部と政治家は明確に発言し追及しなければならない。日本のやつらに振り回されるな。日本のやつらが日本軍性奴隷という単語を認めたのか、戦争犯罪だと認めたのか、反人倫的蛮行と認めたか、それをやってから正確に日本メディアと日本政府に向かって追及しなければならない。明らかに日本のマスコミと日本政府ははっきりと言わず、否定して右往左往して犬な真似をするのに、犬の真似、ちょっと言ってる意味はよくわかんないですけど、それを攻撃しろ。続いてそれなら一体何を合意したのか、謝罪したのか、日本メディアと日本政府に対して追及しなければならない。つまり合意の内容分かってなかったということでいいのかな。で、まあこれを見たね、某国の人たちがこんな感じ。クソをどのようにしてしまったのか、片付けるのが大変で死にそうだ。ちょっと意味がわかんないな。政府間合意は一方的には破棄できない。政府間の合意を破棄する方法は、新政府間の合意や戦争に勝つ方法のみ。ここに外交部含めた現政権の苦悩がある。だから前大統領は天下の逆賊なのだ。で、次の人が、日本も我が国が IMF 事態で困難だった1998年1月に、某国と日本の漁業協定を一方的に破棄した前科がある。で、次の人が、それとは違う。この女性問題の協議は破棄不可なように明示されている。で、次の人が、破棄不可という内容も政府間の合意の一部、本質的に個人の人権に関する内容は国連合意によって国家が強制しないよう勧告している内容、地位の非常に低い政府間合意の内容でさえ国連人権勧告事項違反。
次の人、例をもう一つ挙げる、独ソ不可侵条約はドイツとソ連の政府間の合意ですね、39年から10年間不可侵することにしましたが、ドイツが侵攻した結果はご存知のようにドイツが戦争に負けた、41年ソ連、日本の中立条約も同じ、ソ連が満州と千島列島を攻撃、政府間の合意は一方が勝手に破棄できないというのは原則論的な話で、現実では一方的に破棄される場合がなくはないということ。で次の人、日本政府との合意は一方が勝手に破棄できる、上の方の言うように韓日漁業協定は両国議会の批准まで受けた国内法より優位にあるという国際法であるにもかかわらず日本は一方的に破棄、両国政府との合意の程度とは比較にならないほどの地位を持つ協定まで破棄した相手なのに、日本政府との合意など云々するのは不公正な関係ということ。で次の人が、すでに日本は合意内容にある被害者の名誉と尊厳を回復し事業を行うという合意に反したから破棄した、日本軍制度令はない、戦争犯罪は認めないと日本のやつらは言っている、15年の合意直後安倍首相は何と言ったか、戦争犯罪を認めたわけではないと言った、官憲による強制連行の直接証拠は発見されていないとし、河野談話を否定するような言動も同様だ、私たちがその時速やかに反応し日本を狙撃して攻撃しながら合意破棄した、戦争犯罪認定しろとしてたのに、日本の奴らがそうやって合意を破って破棄したのに、我々が合意破棄云々してと日本の奴らが攻撃する論理でふざけてるのか、日本の奴らに向かって被害者と少女像を訪問して全てのことを見て聞いて認めて謝罪しろと言っても足りないのに、被害者と肖像像を日本の首相と、これまあ天皇陛下のことですかね、和王が訪れると言い返さなければならないとか。で、なんだろうな、操り人形が大統領の座にいたから、日本が亡国政府をもてあそんだ、その影響が何年も過ぎたのにまだ続いている。で、次の人、気持ちはわかるがアメリカバイデン政府の北東アジア戦略を調べた上で対応するのが我が国の国益にはるかに役立つため、外交部からあんなコメントが出たと聞いた、前政権で、合意は事実上覆水盆に返らず、それならこれを収拾する過程でも最大限の国益確保しなければならない、バイデン政府ではトランプとは異なり何が何でも日本と某国の関係を修復し、我が国、日本、アメリカの三角軸で中国を牽制したいと思うが、そうなるとやはり最大の難題は過去死問題の解決、トランプ政府はお前たちの問題はお前たちでやれという姿勢だったが、バイデン政府は舞台裏で我が国と日本の関係を大きく調整してみようというつもり、それに備えて私たちは 一応身動きの幅を広げておくことがいい、もちろん国内の反発は仕方ないことだから感受していかなければならないという負担感があるのも事実ですが、なるほどね、まあこんな調子だったんですが、まあもう彼らに法律の話するのは時間の無駄ですかね、日韓断交あるのみですよ、なんでそこに行き着かないんですかね、ね、国交断絶断交あるのみって向こうからも ね当然そういうこと、ね、答えが、ね、発言が突き上げが出てきてしかるべきと思うんですけど、なんか一向にね、しかもあれですよ、漁業協定がなんで破棄されたことになってるんですかね、破棄する強硬論唱えていたのって日本じゃなくて某国ですよ、またこれもね自分がやったことを日本にすり替えてるんですよね、ね、すごいですよね。だってそもそもさ、ね、某国ではこの救済のためのね、集めた支援金とかさ、募金なんかをね、猫ばわしたやつが現職の国会議員やってるんだってね、与党でさ。彼これ3度目でしょ？反省のないね、盗っ人たちに未来なんて必要ありませんので、もう国交断絶断交こそが唯一にして、ね、最高の、お互いにね、お互いに最高の答えですよ。まあそうだな、だからまあ合意と協定の違いも理解できていなそうだしね、協定を一方的に終了、そもそも協定のほとんどは期限付きですけど、ね、漁業協定に違反したのにそれを改善するどころか、さらに漁獲量の、ね、枠増やせと吹っかけてきたのが某国ですから、まあ結局自分で違反しておいて逆切れするっていういつものパターンでしたよね、ね、だから結局この漁業協定はね、某国がいつも違反ばっかしてるから更新しなかったっていうだけですよ、ね、それで逆切れしてるんですから立ち悪いですよね、
まあ破棄できるかできないかで言えばそれはできますよ、当然できますよね。だから破棄しろって言ってたじゃないですか、ずーっと。だからそれをね、やった場合にその他の合意や条約も相手に破棄されても文句は当然言えないし、ね、制裁されることも考えないといけないし、最悪戦争の口実にされても相手を非難はできないんで、ね、要はそこまで腹決めてるのかと、ね、腹くくって、ね、日本と、ね、正面からやり合う覚悟があるんですかってことですよ。いや、他の国にも当然約束を破る国と認定されますからね。つまり相手だけじゃなくて国際的に信用を失うっていうことがどうも理解できていないですよね。いや、まあいいんですよ。ね。国交断絶行きましょうよ。やればわかるじゃないですか。行きましょうよ、そろそろ。ね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。